アクターズゲート、コウキとハルカの未熟者ですが、皆さんこんにちは、小崎ハルカです。こんにちは、出森コウキです。はい、この番組は A&G アカデミー30期を卒業したまだまだ未熟者の私たちがラジオの中で様々な企画に挑戦しながら一人前の声優ラジオパーソナリティを目指して日々成長していこうという番組です。はい、はい、第12回、はい、ついに私たちの担当するアクターズゲートも最終回でございます。終わりよ、早い、もう泣きそうなんだよ、やばいんだって。あ、ぜひ今泣いてもらって泣いてもらってはあかんないんだけど、面白いから性格悪い。いや、とんでもない。本当に今ちょっとアクターズゲートって言った瞬間にね、涙腺がグッてきて、本当に危なかった。なんか私は喋り出した途端に、うん、なんか頭が真っ白になりました、急に。え、なんか今まで何喋ってたっけなんて、ゾーンに入ってる。初回の気持ちになりました、すごいみたいな。もうなんかすごいしんみりしてるの、なんかダメなんだけどね、すごい今しんみりしてるの、うん、泣けよみたいな圧がすごいけど。違う、泣けよじゃなくて、しんみりしてるの、うん、と思ってなんだな、距離感が遠いな。ああ、ちょっとつながる、12回やってきてちょっとあんま仲良くなれなかった。もう冒頭で言うね。違う、距離が遠いって言うから仲良くなれなかったってことって意味ですよ。もね、そんなことはないと。そんなことはない、うん、だからほら、その成果がこの後さ振り返りながらね、いろいろ見せれるわけじゃないですか。はい、やっぱあれですね、はるかちゃんいつもって呼ぼうのあたりでちょっとだけなんかクッてなった気がしますよね。そうね、かじきりを間違えてる感じはあるんだけどね。3回目かな、4回目かな、ね、ちょっと皆さん聞き直してほしいんですけど、その距離感の詰めようみたいな、ね、そう、詰めようみたいなので呼び方変えようってなった時にちょっとだけなんか逆にそれでこうクッて広くなった感じはあったね。そう、それをちょっと感じましたね。いや、まあでもね、紆余曲折ありながらここまで来ましたから、うん、最後もね頑張ってやっていきたいと思います。はい、よし、それではそろそろ始めましょう。こうきとはるかの未熟者ですが、最後まで私たちにお付き合いください。はるかの未熟者ですが、改めましてこんにちは、出森こうきです。小崎はるかです。では、はい、ここからリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介したいと思います。はい、ではまず私から、最後、はい、ラジオネームスーパーカツ丼マンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。出森さん、小崎さん、こんにちは。こんにちは。お二人のアクターズゲートが最終回ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。お二人は駆け出しとは思えないくらい掛け合いが上手で楽しく聞いていました、はい、また A&G でお二人の姿が見れる日を楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。掛け合いが上手って言っていただきました、もうダメ、泣いちゃうから、はい、次々、うん、どんどん読んで。じゃあどんどん読んでいきます。はい、続いてラジオネームシャインマスカットさんからいただきました。いつもありがとうございます。出森さん、はるかさん、こんにちは。こんにちは。前回の放送を聞いて次回最終回というのを初めて次回最終回というのを初めて知り驚き、時間の経つのは早いなとしみじみしたりもしました、うん、さて最後にお二人が番組を通じて成長したなと思うところはどこかありますか？最後までしっかり聞きたいと思います。 PS、 はるかさんがラジオネームに触れてくれて嬉しかったです、とのことです。ありがとうございます。シャインマスカット大好きですよさあ成長したところどこかありますか？成長したところ、うん、思うところ、成長してないところはいっぱい見つかるんだけどね。それはもうそうです、ね、互いにめちゃくちゃ噛むとかね、ここに噛むのが治らないとかはあるんだけど、そう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 、成長したところか。何回読んでも苦手な文言が、ね、あるんですよ、ね、でもさ、うん、なんかこう会話をピックアップしてトークするのは、うん、ぎこちなさは本当になくなったと思う。あ、なんかそのワードを拾って広げようとするところですかね。あとね、お互いに素っ気なさがちょっと減った気はしてるんだ俺は。私素っ気なかったですか最初？いや、お互いね、こういう距離感ですよね、あ、はいっていう、よそ行きな感じだったのが、確かに、まあ、中盤からさ本当なんか
おしゃべりって感じになってきたのは、うん、個人的にはすごくしゃべりやすかったなというのと、うん、楽しいって言ってくださるお客あのリスナーさんがいたから、それは本当に良かったのかなって、それは嬉しかったですね、うん、確かに、うんうんうん、ある成長できたところ、成長できたところなんだろう、でも確かにその相手の話をちゃんと聞いて、うん、今までもちゃんと聞いてたんですけど、そのなんだろう、うん、広げられるとこあるかなみたいな感覚で聞くようになったかもしれない、うんうん、あまあだから、うん、取り組み方が変わったってことだね。そうですね、その自分の心もできてるかできてないかはちょっと皆さんのご判断にお任せするんですけど、うん、その自分の気持ち心持ちとしては、うん、あのなんだろう、共通点を見つけようとか話を広げようとか、うん、そのラジオのいただいたメールと、うん、その、うん、同じところはどこかなみたいなところを探せるようになったかなっていうのはすごく思いますね。そうだね、うん、討論会とかもしたもんね。そこすごい、そう2人でね、面白くないよ最近みたいな話をしたんですよね。そう、でもそこはすごいスタッフさんにも褒めていただいたところだったからさ、うんうん、ね、よかったねって思う。よかった、ね、LINE、 あのなんだろう、 SNS でやったんですよ、そのあの直接じゃなくて、その、うん、要は文面で、そうで2人ともその根が真面目だから文面にしようとするとその文章が間違ってないかっていうのを優先しちゃって、そう、ね、かっちりかっちりした文章になっちゃって、そう、取引先みたいになったんだよね。でかっちりした文章でお互いのその直してほしいところとか逆にそのアドバイスとかを求めてるもんだから、うん、メールの文面がめっちゃ険悪でしたよね、うん、なんとかだと思います。丸ですので、なんとかだといいと思います、はい、丸、そうそうそう、私はこう思ってますけどどうですかみたいなのが、そのかったかった、そう、それであのもらったメールに戦々恐々としながらこっちも同じような文面で返すからお互い牽制し合ってね、そうそう、どこまで言うみたいなのがちょっとありました。次の週会うの気まずかったね、あれね、気まずかった、喋る、一切そのこと話題にしなくて、ね、もう最近何してましたか、そう、初回のスタートからね、お互いジャブを始めてっていうところがそうそうそう、いやあれは懐かしいね、うん、っていうのもあって、やっぱりそのなんだろう、この二人で討論するなんて思わなかったから、そうそうそう、良くも悪くもやっぱりその出森さんは私のことすごくこう妹扱いというかすごく可愛がってくださってたし、ね、私も出森さんを、ね、尊敬してやっぱり年上だし、ありがとうございますって思ってたから、なんかその意見をぶつけ合うっていうこと絶対しないと思ってたから それはなんか、まあ、私たちの中なんですけど、うん、本当に完全私たちの話なんですけど、うん、ちょっと成長したかなって、そうだね、うん、思いますね、思いふけてしまうシャインマスカットさん、ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ続いて、はい、じゃあ私もね、読ませていただきましょう、はい、ペンネームアスくんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。出森さん、小崎さん、こんにちは。こんにちは。いつも放送を楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回で最終回を迎えるということで、言葉のチョイスが合っているかどうか不安ですが、うん、まずはお疲れ様でした、うん、ありがとうございます。そんな最終回を迎えるお二人に質問なのですが、はい、今回アクターズゲート最終回を終えてもまだまだお二人は成長されていくと思います、お二人の最終的な夢、はい、自分はこうなっていきたいと考えているものを教えてください、はい、最終回の放送も楽しみにしています。最後までたくさん笑わせてくださいね、はい、今後の成長を願ってメッセージ質問を送付させていただきますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、夢、夢、自分はこうなっていきたい、うん、まあこれ一番最初にね、うん、自己紹介した時に互いに言ってはいるけれど、ね、うんうん、どう、変化はあったりした？まあ相変わらずそのラジオの冠番組を持ちたいというか、うんうんうん、そのためにや、うん、いろいろやっていきたいなっていうのはあるんですけど、うんうん、そのこの期間中に舞台をやって、うん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 、なんかお芝居って楽しいなっていうのは思いました。素晴らしいじゃない、うん、てかなんかなんだろう、あんまり役と一緒に心が動く感覚っていうのがなかったんですよ。なんかその小崎は小崎として心を動かして、それを役という皮に着せてアウトプットするみたいな印象だったんですけど、なんか今回その自分の本当に感覚的な問題なんですけど、そのなんだろう、自分が演じてる役として心が動いたなって思って、それがすごい、今までずっとお芝居に苦手意識があって、できればあんまりいただけたらもちろん喜んで全力でやるけど、自分から積極的にはっていう感覚だったんですけど、今回のその舞台を通してちょっと自分でも頑張っていきたいなっていう風に思いました、うん、はい、なので私の夢はラジオの冠番組持つことと、うん、まあ、お芝居の仕事ちょっと精力的に頑張っていきたいなっていう風に思っております。はい、はい、出雲も、そうね、夢でも、この期間中に本当にたくさんいろんな、うんうん、
このラジオも含めて出会いだったりとか経験をさせてもらって、改めてね、でも本当にラジオ好きなんだなって俺も思って、うん、だからまあ言葉を借りるようにはなるけれども、俺も冠番組を持ちたいなってのはすごく思ったし、なんかね、その今年卒業制作大学の方でね映画も作ったりしたんですけど、ものづくりって本当に楽しいというか、何か自分の伝えたいものを伝えるっていうことが楽しいってことが分かったので、ごめんなさいね、夢っていうところですごくね大きな国になるんだけど、うん、こうなっていきたい。たまにパッと聞いた時に、うん、出森だって思わせられるぐらい有名になる。あー、なるほど、うん、名前を聞いたらもう顔が浮かぶなり声が浮かぶなりするぐらい。そう、うんうんうん、出森って名前を聞いたことがあるにしたい、世の中の人がみんな。はい、いやもうね、自分で大見え切った後にね不安になっちゃうタイプなのよ。怖い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 、このこと言って大丈夫だったかな、ね、いや頑張ろう、うん、頑張ります。ということで、あすくんありがとうございました。ありがとうございました。いつもが泣いちゃうよやめてやめて、ちょっと俺の目を見るのはやめてはい、ということでお便り読んでまいりましたが、はい、はい、そう、どうだった、いや、普通歌がこんなに来るって思ってなくて、本当に、ね、本当にわかる、すっごい嬉しかったです、うん、あとシンプルにリアクションがあるっていうのがこんなに嬉しいものなのかって、ね、本当そう、すごく感じましたね、うん、聞いてくれてる人がいるって自覚ってね、うん、本当にこちらとしてはもうね伝えきれないぐらい嬉しいものがあります、本当に本当にはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうこれで普通歌のコーナーも終わりだね。そうだね、はい、リスナーの皆さん、これまでたくさんの歌より本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。コウキとハルカの未熟者ですが、続いてはこちらのコーナー、完熟目指します。こちらはまだまだ未熟者の私たちが果物が未熟から完熟、果物が未熟から完熟に成長するように、声優ラジオパーソナリティとして一人前になれるよう、さまざまな企画に挑戦しながら成長していこうというコーナーです。はい、はい、さっき言った苦手な文言はこれです、ね、素晴らしいね。全部聞き返してみてほしいんですけど、どっちが読んでも毎回噛んでる。そうね、噛んでない回を探してほしいぐらい、本当に。いや、何を開き直ってるんだって話なんですけどね。ごめんなさい、本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。では今回私たちが最後に挑戦する企画は、振り返り2人でさせていただきます。はい、最後にお届けするのはこのコーナーがスタートして1回目に行った企画のリバイバル。こちらお題に対して2人で一斉に回答するというものでしたが、今回はそのお題が最終回らしく番組を振り返る内容のものばかり、時間の許す限りお題に2人で答えながら思い出をたっぷりと語っていこうと思います、はい、中にはクイズ形式のものもあるということなので、番組のご覧の皆さんも一緒に考えながらご覧ください。はい、一緒に考えながらご覧くださいね、ね、どう覚えてる、これまで全11回、まあ、今日含めて12回、自分の中では結構覚えてる感覚だったんですけど、うん、やっぱ毎回毎回必死すぎちゃって、分かる、そのなんだろう、覚えてる覚えてないとかじゃなくて吹っ飛んでる記憶が、分かるなで、もちろんそのオンエアを見て、うん、あ、そうだそうだ、こんなのやったみたいな、そう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 、感覚ですね。なんかその覚えてないっていうよりもなんかもう多分パーンってなっちゃう。そう、やりきった後に全部パーンって飛んでる。収録が終わった後にあーっていう後悔とともにこう追いやられて。そう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 なんだ。そう、だからちょっと不安もあります。そうね、うん、まあまあまあ振り返りつつ、はい、俺はもうちょっとねまたしんみりしつついく感じなんだけど、よし、あ、泣くところが見れるかもよ。なんだよそれは、その振りは何なのよじゃあ一つ目のお題はこちら。はい、で、完熟目指しますの企画の中で一番楽しかったのは、なるほど、なんだろう、なんだろうね、うん、完熟目指します、でも、はいはいはい、あ、なんだろうな、いろいろありましたからね、いっぱいやったね、うんうん、イラスト描いたりとかもしましたし、ソロトークもやったし、うん、大喜利もやったし、そうだ、いや、そう、まず抹消されてただって大喜利会がほら唯一罰ゲームのあった回、あ、そうですね、そうそうそう、うんうん、そうだ、じゃあ二人一斉に回答を発表します。はい、せーの、未熟者ボックス。おー、なるほど、じゃあ改めて私たちの回答はですね、はいはい、私小崎が未熟者ボックスで、はい、イズモンが大喜利、大喜利ということで、大喜利、大喜利、よかった、いや、ある意味で全然できないという事実を知れたというところの楽しかった、うん、確かに
あんなにさテレビで見ててさ、うん、あーなんかちょっとつまんねえなとかさ、うんうんうん、テレビ見てて突っ込んでたけど、自分が当事者になると全然浮かばない、全然浮かばない、びっくりするぐらい浮かばない。そうね、全然浮かばないし、あとあの後からその大喜利番組とかを見た時に考えるようになった、うん、あ、わかる、すごい考える、そうそうそう考えるようになったし、うん、あと回ってない時の方が意外とちょっと面白いこと言ってた。そうなんだよね、めちゃくちゃわかる。2人で、あ、これもあったね、あれもあったねって言った時に、そうそうそう、あれ待って、そっちの方が面白かったんじゃないみたいな。だからね、やっぱ緊張してない時とね、うん、あと空気に飲まれて、あ、そうそうそう、言い方、大喜利ってやっぱ言い方大事なんだなって大事だね思って、だからそれも絶対なんかもう、うん、とにかく書いて発表しなきゃみたいな、そうそうそう、だったから、まあね、とにかく書くもできてなかったけど、ね、うん、っつって止まるんだけどとか、あれ悲しかったな、うん、まあ確かに未熟者ボックス、はい、ボックストークですね。あ、だからそれこそこれもそうですけど、はいはいはい、最初にやったそのお題を引いて2人で回答する、うん、あ、そうだね、そう、これがもう本当に私の聞いてきたラジオとか、あ、そう、なんかまさにって感じで、うん、ラジオといえばこれっていうやつだったね。そうそう、とかあとなんか相談コーナーとかもあったじゃないですか、ボックストークでね。そうだ、そう、それとかも結構なんか楽しかったし、あとなんかその出雲さんのその考えとかも聞けて、あ、こういう普段こういう考えをなさってるんだなっていうのが分かって、そうです、うん、恋愛のやつとかやったよね。そう、やった、懐かしい、これは絶対にもうあの子は好きですみたいな話したわ。そう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 、そう、それはもう言って大丈夫ですみたいな、合、うん、ってんだか合ってないんだかそうそうそう分かんないやつもしたしとか、ね、やったわ。そう、それがなんかちょっといろいろ鑑みて、ちょっとまあ多くなっちゃうんですけど、ボックストークがすごい楽しかったなって思います。確かにそう、ね、いやー、はい、懐かしい。では続いて、2つ目のお題に行ってみましょう、はい、お願いします。あ、じゃあ私が、2つ目のお題はですね、こちら、でん、過去の完熟目指しますの企画の中で、できるなら撮り直したいものはどれ？撮り直したいもの、撮り直したいものか、だからその撮り直したいってその2通りありますよね。その出来が悪いパターンと、そうね、あともう一回再やりたい、楽しかった、でも出来が悪いやつって大概苦手なやつだから撮り直したところでみたいなところあるんですけど、うん、じゃあ一緒にせーのでいきましょうか、はい、せーの、ソロトーク。あー、なるほど、分かりましたね。はい、私小崎が大喜利で、出雲さんがソロトークということで、はい、ソロトーク、ソロトークでも、うん、あれですよ、リバイバル企画で2回目やったじゃないですか、うん、もう、うん、あったけど、なお、いや2回目もじゃん、俺1回目しかり、2回目しかり2分間の尺を余って、うん、何とも言えない空気にやってるわけじゃん、ショートショートね、うん、そうあれさ、何回見ても、うんうん、家で何回見ても恥ずかしくなるよね、あー、やっちゃったってなるの。あれがね、ちょっとね、やれるならもう一回、確かにしっかりと、もう家でね、最近ね、2分間で話すを練習し始めちゃうぐらいね後悔してるの、うんうんうん、本当にもう一回やりたいね、あれね。確かに、でもあれですよ、多分いつもさ、 2回目のお題はうまくできるから、そう、取り直すっていうのは多分最初に一回挟んでやった方が初見が苦手ってことだ、うん、ダメじゃん、それ緊張しちゃうじゃないですか緊張しいなんで、すいません、はい、はい、大喜利、大喜利ですね、もうだから出来が悪いパターンのやつですよね。まあね、あの時すごかったもんねそう、だから、まあ、今やったところで面白いのかと言われるとそうはできないけどそのなんだろう、もうちょっとなんだろう、心得というか、うん、心構えができたから、うんうん、そうだね、もうちょっとなんか工夫を凝らせるんじゃないかっていう。あー、なるほどただまあ本気でやるって言われた時に、やりたいかやりたくないかって言われたらやりたくないんですけどただまあ取り直せるなら、そうね、汚名返上できるならばってことね、汚名返上できんのかな、わかんない、なんかその消化不良がすごすぎちゃって、あー、わかるな、だからなんかその、うん、もう一回頑張らせてもらいたいなっていう意味で言えば、うん、大喜利かなって。なるほど、はい、はい、以上です、以上ですはい、ではラストお題いきます。よいしょ、ででん、もし将来番組が復活したらどんなことをやりたい？おー、うわー、なるほど、なんだろう、あ、やりたい、うんうん、この番組でやりたいこと決まった決まった、いやでも俺もこれはね、なんか察した気がする、いくぞせーの、昆虫食べる、これ揃ったべ、やったやったー、いやもうこれはね、うん、
昆虫食べるですよ。もう散々言ってきた回がありますね。いやもう前振りとしか思えないこの素晴らしさ。いやねえ、まあ第結構序盤の方だよね。序盤ですね、多分2回目の、うん、あの私のお題を募集するそのいいこと悪いことの時に、うん、昆虫食の話題が出たっていうか虫の話が出て、そこから昆虫食の話で、そうで実際食べに行ってますからね。そうそうそう、ね、あの食レポしてるやつが何回か3回目か4回目ぐらいにあるんで、ちゃんと食べに行ってんだよね。そうで罰ゲームでやりたいって言ってたんですよ。まあね、くしくもというかね、まあ、俺としては助かってるんだけど食べずにね。こうか不幸か、もうディレクターさんがすごい首振ってるんですよでもねやっぱり番組が復活したらですから、うん、ね。まあだってね、それはもう復活キャンペーンで復活キャンペーンってなんだ超睨まれてるすごいわ、超睨まれてる。いや最終回なのにこんなに睨まれてるのなかなかないよそうね、だから本当大きく罰が出ましたそうね、虫ね、うん、ね、ぜひね、なんか食べてみてほしかったなと思って、あのその、うん、それはその絵的にもね強いじゃないですか。そうね、そうだから面白みがあるじゃないですか、面白かったんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとこれ以上広げらんないな私がもう二度と文化放送で番組できなくなっちゃうまあじゃあ復活したら、うん、あれだね、ちょっと罰ゲームコーナーありきの虫だね。そうそうそう、まあ、罰ゲームなくてもいいんですけどね。再会の乾杯は虫ねみたいなうわーきついわ、乾杯のつまみに乾杯のつまみにうわタランチュラが食べたいな、タランチュラが食べたいな、なんで足多いのにするんだよ僕じゃないんだよなんてこと言うんですかすごい切られましたよ、ね、切られたね、ズバッと切られたね、残念だね。宮崎さんの前で食べるから、宮崎さんの前で食べるからちょっと意味がある、そういうことですね、うん、はい、ということで振り返ってみましたが、はい、いかがでしたか。いやー、楽しかったね、というかいっぱいやってたね、うん、あっという間だなと思ったけどさ、そうちゃんと振り返ってみるとね、ちゃんとやってるんだな、半年やってんだよやっぱり、うん、嘘じゃないんだよ、嘘とは思ってないけどいや俺もうずっと夢だけど夢じゃなかったって気持ちよ今、うん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 、ずっとなんか夢の中にいた気持ちだったんだけどな、そろそろ泣いてもいいですよでもね、あの泣き子役じゃないからさじゃあ今このタイミングでじゃないか、振り返りするとやっぱり終わりの実感がね、やめて、危ないから、本当に危ないから、うんうん、でもやっぱりこのね12回通してとっても楽しい企画ができたということで、本当に、うん、本当にそう、皆様と本当に感謝しております。ありがとうございました。以上、完熟目指します最終回でした。コウキとハルカの未熟者ですが、してきました、コウキとハルカの未熟者ですが、お別れのお時間が近づいてきました、はい、ここで A&G アカデミーからのお知らせです。文化放送が主催する A&G アカデミーでは、2022年春開校の第33期の受講生を募集中です。声優を目指す人は声優&ラジオパーソナリティコース、番組の制作スタッフを目指す人はラジオディレクターコースまたは放送作家コース、以上3つのコースで応募を受け付けております。締め切りは2022年1月24日月曜日です。応募方法など詳しくは A&G アカデミーの公式サイト ag-ag.com をご確認ください。アニメやラジオ業界で活躍したい皆様からのご応募お待ちしております。以上、 A&G アカデミーからのお知らせでした。さて、はい、最後の放送いかがでしたか。いかがでしたか悲しいね。いやちょっとね、やばいね、うん、もうね、自分のね、うんうん、出そうなものをね、声を出してグッて抑えてる状況です。泣くなら今ですよ、今しかないですよ、逆に言えば。そう言われると泣けなくなるじゃんなんかやめよう、そういうの。でもね、なんかどうだった、本当にもうこれで本当に最後だよ。そうですね、声が大きくなったいやだってさ、泣いちゃうんだって、うん、もうなんかさ、12回やってきて、このね、2人ともラジオをやりたいっていう思いでさ、 A&G アカデミーに入って、ですごい
中でさ、え、大丈夫、泣いてる？泣いてないです。やってきてごめんなさい。番組を持っててさ、うん、あっという間に半年。そうです ね、 ね。だからやっぱりそのアカデミーに入るときに言われるんですよ、その成績優秀、中秀者だった2人はそのこれができるよみたいな。で私それ聞いたときに、まあ自分は絶対選ばれないだろうな、最初は誰もが自分になるとは思わないよ。そうだから、その何なれるとも思ってなかったから、その考えすらなかったというか、ね、なりたいともなりたいと思って、そのなりたいんですけど、なんだろう、無理だろうなが強すぎちゃって、なんかそのあれすらなかったので、ね、まさかそのね選んでいただいて半年間も流れて、ね、ラジオが流れてるっていうのがやっぱり、ね、いや本当にそう、本当にそうなんです。とってもすごいことなんですよ、皆さん。感慨深いというか、聞いてくれてて皆さんありがとうございます。聞いてくれててって言っちゃった今。もうボロボロですよ、最後の最後に。じゃあ、出雲さんから、うん、まずは簡単に、うん、リスナーさんへの挨拶なんかしていただける、はい、じゃあまず私から行かせていただきましょうか。うん、はー、皆様本当に、12回ありがとうございました。スタートした時から早半年が経ち、もう半年って単語言い過ぎなんですけど、ね、最初は本当に不安で不安で、聞いてくれてる人いるかななんて思いながら、初めて放送がオンエアされた時に、自分は SNS で誰かつぶやいてる人いるかななんて見た時があったんです。その時に新人で面白い子たちがいたとか、出森っていう名前の子がいたとか、そう、本当に聞いてくれてる人がいるんだって実感を感じた時に、なんかものすごくあったかい気持ちになって、でその方たちは結構毎週毎週聞いてくださってるなっていうのをいつも確認してました。多分メールとか送ってくださってないかもしれないけれども、ちゃんと届いてます、本当に。本当に皆様のコメントに支えられて、この半年間自分はやってこれたなと思ってますし、この経験がね、本当に本当に多分自分のスタートラインとして一番大事な基盤になっていくっていうのは本当に思うので、また皆様にこうして声をお届けできる場がすぐに来るように日々精進していこうと思っております。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあはるかちゃんどうぞ。はい、続いて私から。そうですね、今出雲さんが最初はネットで検索したっておっしゃってたんですけど、あまりに嬉しかったのか、こう写真が届いたんです。こんなこと言ってくれてるよっていう、 でそれ見て私も、あ、嬉しい、なんていいことっていうか、なんか自分たちのことをこう聞いてくださって、知ってくださる方がわざわざこうトピック、自分たちのトピックでつぶやいてくれてるんだっていうのがとても嬉しくてですね、すごく感動したのを覚えてますね。やっぱりメールもこんなにもう来ると思ってなかったから、本当に全く来ないんじゃないかって言って相談してたぐらいだったので、やっぱりメールもたくさんいただけて、それに対するこうレスポンスができてっていうのは、本当にラジオやりたかった身としてはもうとってもラジオしてるなっていう感じで、本当に楽しかったです、うん、なので、まあ、やっぱり出雲さんと言ったことと重ねてにはなりますけど、私もすぐに皆さんにお声だったりお姿だったりをお届けできるように日々頑張っていきたいと思っておりますので、これからもぜひ私たちのことを、まあ、注目してなくてもいいけど、ちょっとなんか心の片隅とかで気にかけてくれてると嬉しいなって思います。そうね、本当に半年間ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ本当にお別れです。うん、わあ、これ言うのか、言いたくないね。結局泣かなかったの。あ、でもダメなんですよ。はい、泣けばよかったのね。よし、じゃあね、次は皆様13回目、いつかある13回目でお会いしましょう。はい、それではお別れです。このお時間のお相手は出森幸喜と小崎遥でした。バイバーイ。